アイテム番号 SCP-345JT。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-345JT は収容サイト8120の人型生物収容室に収容されています。収容手順は標準人型オブジェクト用プロトコルに従ってください。それに追加して SCP-345JT には強いうつ症状が見られるため、財団の精神科医による週5回のメンタルセラピーを行ってください。収容担当者は1日に3度の食事の際に担当医に処方された指定の抗精神薬を与えてください。説明。 SCP-345JT は4歳の日本人男性です。身長は 165cm、 体重は 84kg です。口述の異常性以外は通常の人間と変わりはありません。 SCP-345JT は2013年10月日県で複数発生した人体が突然爆発した事件を財団が調査した結果、共通項として関与が認められ、収容に至りました。収容以前の SCP-345JT は、県内で自営業の菓子職人として働いていました。SCP-345JT は突発的に異常性を発揮することになったと推測されています。SCP-345JT の第一の異常性は、SCP-345JT が作成した菓子類に現れます。作成された菓子類は、材料、製法、出来上がった菓子の成分等に全く問題がないにもかかわらず、完食した人間の中枢神経を、接触してから正確に72時間後に爆発させる異常特性を持ちます。爆発のメカニズムは明らかになっていません。摂取させた被験者の解剖等でも異常は発見できませんでした。爆発の威力は作成された菓子の重量におおよそ比例し、菓子 50g に対し削薬量 150g の手榴弾ほどになります。摂取した対象は内部から中枢神経が破裂することになるため、ごく少量の菓子でもほとんどの場合即死します。十分な量を摂取した場合では、全身の骨格が破片となり高速で飛散するため、周囲の人間や建造物に重大な被害を与えることになります。ただし、菓子を完食せず残した場合ではこの特性は発揮されず、通常の菓子と同じように接触することが可能です。SCP-345JT の第2の異常性は、作成された菓子を完食した人物の五感を、対象が死亡するまで SCP-345JT が自らのもののように知覚し続けることです。これらの感覚は SCP-345JT 自身の感覚に上書きされるものではなく、自らの感覚と同時並行で知覚しています。さらに複数人が接触した場合でも、そのすべての感覚を同時に知覚することになります。これにより、SCP-345JT は対象が死亡するまで対象の感覚を追体験することになります。現在の重度の精神疾患は、この共感覚能力により何度も死の瞬間を経験しているためです。これまでの観察と研究によれば、この共感覚能力はあくまで一方的に感覚を得るだけで、SCP-345JT から対象へ影響を与えることは不可能であると推測されています。また、SCP-345JT は得られる他者の感覚と自己の感覚を明確に区別する能力がないようで、状況によっては SCP-345JT がひどく混乱する様子が見受けられます。インタビューログ345-034、日付2013年11月、日。対象、SCP-345JT。インタビュアー、伊坂研究員。概要、このインタビューは、SCP-345JT に作成させた菓子を接触させた B クラス職員が頭部の爆発により終了した直後に撮られたものです。録音開始、2013年11月、日。伊坂研究員、インタビューを開始します。SCP-345JT。
あなたの菓子を食べさせた男が今どうしているか教えてください。SCP-345JP。それは嫌味か。伊坂研究員。記録のためです。教えてください。SCP-345JP。3秒沈黙。死んだよ。頭がいつも通り破裂してな。俺の菓子で死んだ。伊坂研究員。では、死亡時の様子をより詳しく教えてください。SCP-345JP。この、馬頭、目。伊坂研究員。記録のためです。教えてください。SCP-345JP。馬頭、あいつは飯を食ってた。野菜炒めだな。あんな味の薄い飯を人に食わせてるのかお前らは。調理した奴はよっぽどセンスがないんだな。馬頭、あいつはそれを食ってた。かわいそうに。それで食ってたら突然激しい頭痛がした。ビキビキと髄まで響く奴だ。あいつは箸を落として、両手で頭を抱えて、そのまま下を向いて、皿に顔を突っ込んだ。で椅子に座ってもられなくて、床に転げ落ちて、こう、腕を振り回す。のた打ち回った。しかも食ったもんその場で吐いたな。で痛みが地獄のように強くなってきて、限界近くなった時に、頭が吹っ飛んで、死んだ。お前らが俺の菓子を食わせなきゃ、あいつは生きてられたろうに。伊坂研究員、死亡した原因が頭部の破裂だとわかる理由は何ですか？ SCP-345JP。今までのやつもそうだったからさ。伊坂研究員、詳しく話してください。SCP-345JP。沈黙。伊坂研究員、SCP-345JP。答えてください。SCP-345JP。馬頭、お前にはわからんだろうな。あの大量の人間の感覚が一度に流れ込んでくる恐ろしさは、いいか、音も、目も、味も匂いも触れた感触も、それが何十人何百人分一気に押し寄せてくるんだ。自分がどこにいるかわかりゃしねえ。どれが自分なんだかぴたりとわからねえ。それが3日間。3日だぞ。いっそ殺して欲しかったさ。3日経つと、頭はかち割れそうに痛かったが、だんだん流れ込んでくる勢いが減ってきた。見えてる数が減ってきたんだ。そう。あの時は助かるんじゃないかと思ったさ。あの時はな。伊坂研究員。つまり、SCP-345JP。つまり、だと、見ちまったんだよ。俺は、普通ホールケーキ買って帰るお客がよ。一人で食うわけねえだろ。しかも子供向けの砂糖の人形乗っけた。でっけえかぼちゃのケーキ買った客がよ。おいわかんねえのか？この、馬頭、そうだよあの家族は。あの家族は、またいつも通り夕飯を、よ、でもよ、あの子あやしてた奥さんがよ、見ちまったんだよ。俺は、奥さんの、抱いてたあの子の頭が、真っ赤に。それで、次は旦那が、ああ、俺のせいだ。俺のせいで。伊坂研究員、わかりました。もう結構です。控えていた助手に、鎮静剤を打ってやれ。これじゃあんまりだ。録音終了。付録 345JP 以下の文が SCP-345JP の舌下に微細な文字で入れ墨されていました。おーっと、博士の季節限定版コレクションのミスターを見つけたみたいだね。君の、ミスター、トリック&トリート。は、どんなお菓子でも作れるんだ。甘いアップルパイに、とっても可愛いカボチャのケーキ。でも気をつけて、ミスター、トリック&トリート。は、とってもいたずら好き。どんないたずらをお菓子にしたのかな？みんなで確かめてみよう。ハロウィンパーティーを派手に盛り上げようね。楽しもうね。1、判別不能。2、ミスター、バレンタイン、発売未定。3、ミスター、ひな祭り、発売未定。4、判別不能。5、判別不能。6、水、つゆ、発売未定。7、判別不能。8、ミスター、夏なんてくたばれ。9、判別不能。10、
ミスター、トリック&トリート、11、判別不能、12、判別不能。保護者の方へ、当製品には、お子様を見守る保護者向けの、安心どこなに機能、が標準で搭載されています。お子様をしっかり見届けたい親の気持ちを汲んだ素晴らしい機能ですので、ぜひご活用ください。以上の文章から、要注意団体、ワンダーテインメント博士の関与、または日本国内で報告される、博士なる人物の関与が疑われています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。